昭和40年ぐらいからデニムの生産を始めました。でどちらかというと大量生産ではなくてバイオーダーで高級なジーンズを作ろうということで始めたんですけれど、ほとんどこの工場の中で、全部自分でできるという、やり方をしております。で藍も、合成の藍とそれから天然の藍とそれからいろんな色も自分で染めますから、お客様が本当に喜んでくれるものづくりをこれからもしていこうというふうに、まず我々が一番熱心にしているのはオーガニックコットンを使うことです。我々は直接農家の名前の分かるところでその綿を使うようにします。ですからぜひそういうのは聞いてください。